どうもこんにちは。シエライツールを作るの続きを決めていこうと思います。今日は前回の続きでファイルピッカー周りを作っていこうと思います。前回ね、なんか出なかったんで、ファイルの一覧の UI が、なのでそこを直していこうと思います。調べてきているので、まあどうやって調べたかっていうのを中心にやっていこうかなと思います。はい。でまず大きな間違いが1個あって、それがここですね。これ戻しとこうか。はい、これでよくて、FP のイニットで、コマンド返ってくるんで、こいつを受けて、で、ここで変換したモデルとコマンドを返してあげる必要があります。必ずコマンドは返さないと、このコマンドを受けて何かしらのアップデートが走るはずなので、必ずこのコマンドを返してあげなきゃいけないということですね。で、元の方でも、コマンド、違う、ファイルピッカーイニットは、イニットのところで呼び出してるんですけど、これイニットは T コマンドを返す関数で、初期化時に動くやつなんで、まあその代わりに、ここで初期化をしてるから、ここで返す必要があるということですね。まあ他にも返す必要がある場合は、コマンドバッチってやつで、複数のコマンドをまとめて返すっていうふうにしてあげなきゃいけないんで、まあ、こんなことをやる必要がある場合によってはあるかもしれない。はい。ということがありましたと。で、まずこれが1点ですね。で、これでも出ないんですよ。うん。で、出てくれないんですが、どうやって調べたかを、まあ、端的に言うとソースコードを読んだんですが、まずちゃんとデータが来てるよなっていうのは確認しました。なのでここですね、ここで違うここか、このあたりですね。このファイルピッカーのビューをしてるんですけど、 M のファイルピッカーをここで FMT のプリント LN とかでプリント F か%V で中身出せるんで、まあこんな感じで出しておくと、はい、こんな感じで出ます。で、上とかね、横とか、左か右とか押すと、何かしら変わるので、ね、上下ね、これ。うん、何かしら動いてはいるなというのが確認できます。なので、ちゃんとファイルの一覧とかは取れてるっぽいっていうのがこれで分かったので、まあ何かしらのパラメータが足んなくて動いてないんだろうなということで、ファイルピッカービューのソースコードを見に行くと、どこで開いてたっけかな？開いてないか。あ、これか。ファイルピッカーメイン語違った。バブルティ、これを、これだ、ファイルピッカー5ね。ファイルピッカー5を見ると、で、ビューですね。ビューコマンドを見に行くと、これですね。これがビューコマンドで、M のファイル図が空だったら、エンプティディレクトリーストリングを出すっていうふうになってるんですけど、その下は、M のファイル図を分回してやっていくと。で、ここの min とか max を見て、コンティニューするかブレイクするかみたいなことをやってるんですね。なんで、この min と max がちゃんと設定されてないんじゃないかという疑いをさっと持ちまして、m の min とかね、こいつがどこで設定されてるかというとですね、まあ、アップデートとかで設定されてるんですけど、これですね。M の MAX は、ハイトマイナス1で設定されてる。だからこの M のハイトってやつが、おそらく0になっちゃってんじゃないかと思ったわけです。はい。で、なので、この M のハイトは直接ここでね、指定ができるんで、M のハイトを設定してみたら、うまくいくんじゃねえと思って、やってみたというとこですね。なんでここで P のハイトを、まあ、10とかに設定するということをやるとですね、出ます、これで。はい、こんな感じ。で、今、
実行した場所がここなんで直接ここが出てると。で右で、そのディレクトリに入る。で左で上に行くと、上のディレクトリに行くというような形にできるので、データシンク、ダンプでエンターで選択ができて、かつその下に入っちゃうんですけど、エンターで選択ができるんで、こんな感じでね、こんな感じで、なのでエンターを押されたらもうここのセレクテッドファイル、まあ、あの選ばれてるところを対象にするというような動きで良さそう。でセレクテッドファイルとかは別にいらないので、ちょっとこの辺の調整をしていこうと思います。はい、まあたまにはソースコードをね読みに行くっていうのも必要ということで、はい、そんなになんかめちゃくちゃ分かりにくいことを書いてあるわけじゃなかったんで助かったって感じですね。なのでビューの方かな、ビューの方をちょっと直していきましょう。はい、でファイルインプットの時はビューの、あいいか、あいや、あまあいいか、はい、ピックはファイルオアディレクトリーオアディレクトリーね。で、else はいらないので、これは消しちゃいます。はい。で、セレクテッドファイルはいるか。うん。で、セレクテッドファイルが決まってりゃもうそれでいいので、こうか。で、まあ、とりあえずちょっと書いとくか。ペアレントディレクトリー、こういうのってどうやって書くんだろうね。ディグディレクトリーでいいのかなエンターでセレクトと。いいだろうか。うん、わかりにくいね。ちょっとまあこの辺はおいおいやります。はい。まあこんななんか説明を書きたいんで、ナノとかナノエディター、ナノエディターとかの下にね。なんかニコニコっと出てるはずなんで、ちょっとそういうのパクりたい。これ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 、こういうのを出したいんで、後でこういうのを出します。はい、 OK。 そしたらあとはちょっと調整か、アップデートの調整が必要だと思うんで、アップデートの調整します。インプット MySQL の下だな。インプットファイルの時はエスケープ、クイッティングはやっぱいらなかったんで、クイッティングを消しましょうか。はい、クイッティングはいらないんで消します。クイッティングは消しますよ。一応エラーは残しておきましょう。はい。で、did select がされたら、ここで OK で、この時に、ここで次の、次に行かなきゃいけない。まあ次に行くか。次に行くっていうことをやりましょう。I'm selected ファイルもいらんな。うん。I'm selected ファイルも別にいらないですね。うん。ここ else でいいな。selected ファイルは別にいらない。うん。selected ファイルは別にここでも。did selected ファイルはここではいらないですね。パスが取れるから、もうここでパス使っちゃえばいいだけなんで、これでいいと。はい。ここでのセレクテッドファイルも別にいらないんで消しちゃうと。OK。そ
そしたらここで MySQL の最後にやってたようなことをやってあげればいい。MySQL、ここですね。はい、ここで、コンフィグ作って次のスクリーンに行くってことをやってるんで、この辺の処理をやってあげればよろしいので、この辺の処理をやっちゃいますと。で、ターゲットタイプがファイルになって、ターゲットファイルタイプですね、これね。はい。で、中身が、ターゲットファイルタイプの中身を見に行くと、あたたたたた。はい。パスだけなんで、パスで指定しますと。はい、パスはこのままパスを指定したいところなんですが、そうはいかないので、パスを指定するときに、もしも M のセレクテッドファイルじゃないよ、もし、パス M、 違う、CWD を取ります。OS の GetWD で取って、ストリングスリプレースかな。で、S、オールドストリング、ニューストリングなんで、CWD をリプレース対象にして、ちょっと待ってよ、ストリングスリプレースの引数はどういう引数だ、文字列、パスを置き換えますと。で、CWD の箇所を空っぽにしたいんで、こうします。こうですね。はい。リプレイスをしたいので、こうする。で、1個だけなんで、こうしますと。で、そうすると、パスが取れるということですね。イコールでいいかな？うん。で、このパスを指定するというような形にします。これでいいと思うんだけど、CWD は、まあ、一回やってみるか。FMT の println で、printf で、NN、%SNN。パスはこれになったよということで、一旦出してみるっていうことにしましょうか。はい。で、次のスクリーンに行くんで、アットターゲットにもう一回行ってねってことをしてあげれば、これでいいですね。うん。で、M のファイルピッカーはそのままでいいか。別に何もする必要ないか。いいと思う。うん。で、まあ、この辺の別にいらないやつは消しとけばいいよと。はい。で、ファイル選んで、コンプレス選ぶと、こうなると。で、残ってないな。残んなかった。残んなかったんで、パスを出すだけにしないとダメかな。もう消えちゃうかな。ちゃんと出てくんないね。まあうまくいってるってことを祈るしかないか。うん。もうしょうがないっすね。できたらここより上にはいけなくしたいんだけど、できるかな。今言ってたのは、ここで、今ここがルートなんで、これより上に行かれると困るので、上に行かないようにしたい。ここから下には下れるけど、これ以上戻れなくしたいってことですね。まあ、できるかどうかだけちょっと調べてみるか。
多分できると思うんで、その程度はついてんじゃないかと期待してるんですけど、カレントディレクトリーが、ユーザーイズカレントリーイン、パスザ、ユーザーハズセレクトリーズ、カレントディレクトリーに指定すりゃいいのかな。ちょっと翻訳をかけたい。選択したパス。うん？うん。キーマップ、ファイルズ、ショーヒデン、ディアアロー、ファイルセレクテッド、セレクテッドスタック、ミンマックス、カーソルスタイル。まあ、できたとしたらこれくらいかな、パッと見で。ちょっとこれ設定してダメだったら、なさそうなんで、ちょっとまあ諦めます。どこだ、ファイルピッカーを作ってるところで見ていきたい感じ。あ、ファイルピッカーどこで作ってんだ。ファイルピッカーを作っているところはどこでしょうかと。これか。あ、カレントディレクティは作ってんのか。FP のパスカジャは、カレントディレクトリーということにしとけばいいのかな。あ、戻れちゃうな。意味がなかったね。戻れてしまうので、ちょっと、どうしたもんかという感じですね。あとはまあ、キー入力を押さえて、上で左と右を押さえて、押された回数っていうかね、1個下ったら0を1にして、0以上だったらそのキー入力を無視するみたいなことにすればいけると思うんで、ちょっと後でそういう実装をしていこうと思います。はい。これでファイルピッカーまでできたのかな？うん。ここまで来たら、これできたでしょ？できた、できた。で、ここまで来たんで、あとこれとこれとこれなんで、あとはもうこれまで通りというか、大したことない実装でいける気がするので、サクサクいけると思います。ちょっとね、汚くなってきちゃったんで、特にアップデートが汚くなってきてしまったんで、この辺をちょっと直していきましょうか。ちょこっとね、ちょっとまあ、こんな感じにすればいいよっていうね。単純ですけどね、アップデート、最初。セレクテッドターゲットカインド。ですよということで、こうなるのかな。で、アップデートセレクテッドなんちゃらカインドはこれなんで、これを丸々持ってく。で、アップデートセレクテッドカインドで、そのままリターンしたいんで、これ T モデルと T コマンドをそのまま持っていきますけど、ここに貼り付ける。で、そうか。で、これがそのまま、モドリッチと引数になるんで、はい、こうなる感じですね。で、モデルもいいのか。はい、M モデルもいるんで、ここで M と M メッセージを渡してあげると。で、ここで大事なのは、どこだ。はい、これをやってあげないといけないということですね。ここでは問題ないかな。ここでは問題ないから、ここではリターンの M のコマンドを返す必要があるのかな。まあ、めんどくさいからこれでいいか。はい、アップデートインプッツは必ず呼んであげる必要があるので、まあ、こんな感じにして一個一個切り出していこうかなと思います。多分これで問題なく動くよね。うん、動く。はい。動くので、まあ、こんな感じで切り出していくと多少見やすくはなると思うので、まあ、ネストしまくりも解決できるし、まあ、
パッと見でわかるというような感じにできると思うので、ちょっとこういう形に修正をかけていきつつ、画面の他のね、これとこれとこれをね、作っていこうと思います。ということで今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価お願いします。では。